ということで順調に今できましたよ。グリーパーかわいい。いやーちょうどいいサイズですね。もうここまで来たらもうあれですよね、もう僕が創造主となってマインクラフトを作ってますよ。そうですよ、もうここまで言い張っても大丈夫やと思う。何を作ればいいんですか、この創造主たるミラクルグッチに。わかったわかった、あの金の折り紙使って小判を作る。ちゃいます、マイクラお金が出てこなかったはずです。光もちょっと使いたいですね。だからうん、だったら、はい、剣作ります。ああなるほどなるほど、マイクラの世界で剣とかそういう風なものを作るときっていうのは鉱石から、はい、うん、始めるんで、金鉱石であったり、はい、鉄であったり、はい、うん、銀は鉄ですよね、はい、まあ強度的に言ったら銀の鉄の方が、ね、うん、強いものが作れるんで、はい、はい、じゃあ銀の折り紙を使って、まずこれはだ剣の切りかかる部分で、はいはい、そう、絵の部分はやっぱり茶色の方がいいか、うん、ね、うん、鉄と木材で鉄の剣作りましょうか。はい、よろしくお願いします。いやでも作れるかな、もうこれ一切レシピないっすからね、これ。そうですね、剣作るのにちょっとずつね離れてきてる、ね、まず風船から入って、あ折り紙、うわー折り紙、ペーパークラフト引き出しガーン上がって45度ぐらい、次もうダメっすよ、もう登っていくね、ロッククライミングぐらいまで入ってきてますからね、レシピないね、うん、道がない、もうほんまにほぼオリジナルですよ、こうなったらグッチのオリジナル折り紙ソード、よいしょ。絵の部分、絵の部分、なんかちょっとなんかキノコにも見えてきたね、キノコにも。聞いたことない、そう、聞いたことないやったらこういうの折り紙協会にちょっと申請しておいてください。キノコの作り方、いや多分あるでしょ、普通に考えてあるでしょ、うん、折り紙協会にしたら結構なんかもっとリアルなキノコ作っちゃいそうですね。いやそうですよね、ちょっとだからまずそこにちょっと修行いかんと俺もちょっと恥ずかしいですよね、こんな感じで。てかもうここ、この場に呼んでほしかった、あれやったら折り紙協会の人。こう、いいですね、なんかちょっと良くなったやろ、これ。ねえ、ちょっと見えてきたんちゃうの、これ。見えてきたか、見えてきたか、ほんまか。ここにね、後々歯の部分を突き刺して。まあでも持つところも大体これぐらいでいいですか。ねえ、うん、まあもうこれぐらいでいいか。からの、三つ折り型にしようかな。よいしょ。で、お、いいサイズかもしれない。いいサイズ感出てきてます、はい、ますか。だいぶはみ出してる感あるんでね、これ中入れたいな、中入れたいな、中入れられへんの。ここさ、もうハサミで切ってもうて、さもう真ん中切ってもうて、はい、あとあとのりで貼っつけよ。あーでもちょっと、あ、ええ感じ、裏地でいらん部分ちょっと切っちゃう。あーでちょっと飾り付けしようかな、あれやったら。そうね、赤色っぽいの。そうや、なんかいい感じしてきてましたやろ。あのちょっとマイクラの剣っぽくないですけど、もともとだからもう僕オリジナル、ね、うん、のものをそう作ろうかなと思ったから、これでいこう、これで。ハリボテ感あるんですけど、後ろの部分はね、うん、後ろの部分ちょっと補強したいから。よし、ではこれで剣の、これ立ちましたからね、これ先端尖らせてないじゃないですか、アイスキャンで。ってうん、尖らせへんかった理由はそこにあるんですよ。先っぽ尖らせますよ。もうこれ先っぽ尖らせたら知らないっすよ。もう先っぽ尖らせたらもうこれ剣となって、もう記録員さんに切りかかりますからね、本当に。シャン、あの宝石も入ってますからね、真ん中にルビーですよ、ルビー、うん、いいですね、いいでしょう。なんか寂しいな、なんか寂しいな。さて、もうちゃんとしっかり書きましたよ、勇者の剣。これでわかるでしょ、これで剣ってわかるでしょ。まあ鉄を使った何かアイテムツールを作れ、剣を作りましたよ、はい、うん、なんで剣完成だ、はい、シャ